はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回からレインボーシックスシージ製品版やっていきます。まあ、これまでも何回か生放送で配信をしていたんですが、製品版の動画はこれが初めてかな。ベータを2回ぐらい動画にしてたんですが、いざ製品版をと思い切って買ってみて、プレイしてみたらこれは面白くて結構、普段バトルフィールドだったり、コールオブデューティーだったり、白熱したドンパチゲートはまたちょっと正反対のゲームで、緊張感漂う救出任務だったり、爆弾解除とかだったり、なかなか面白い。でやっていこう。まずはマッチング待ち。さあ始まった。おっと、飛行機か。飛行機のエリア確保。ここはね、結構難易度高いマップ。防衛でやっていこう。じゃあ、とりあえず、どうしようかな。今回、キャッスルを使っていこう。これはね、誰かに取られたらもうね、使えないんでね。で、実は、ゲーム内設定で、エイムと射撃を切り替えれないので、僕はボタン割り当てを有効にして、L2、R2 のエイムと射撃から、L1、R1 にしてます。ちょっと、4になってから結構 L2、R2 推奨とかもう固定のゲームが増えてきてるんですが、と僕はうまくなれないので設定を変更してます。さあやっていこう。と待って、部屋を確保しろ。さて、ここはね、硬いアーマーパネルがねつけれるからね、味方を閉じ込めない程度でこれをつけていく。あ、できてるな。壊して、危ない危ない。あらら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 、当たんない。ここはね、すぐ見つかっちゃうんだよね。ドローン壊すのもなかなか難しくて。で、味方ここ閉じたのね。じゃあ僕ここ閉じとこう。ではしません。このマップはね、時々とてつもなくアグレッシブな人がいたりして、外に飛び出てっていう人も時々いたりする。をなんとなく閉じておいて、じゃあ僕は爆弾からちょっと離れて防衛線を。防犯カメラ、ただ防犯カメラはこのマップ外にはないので、どうかな。味方も見てるから、とりあえず防犯カメラ、はい、僕がここにいます。あんまりゆったりもプレイしていられないんでね。あれ、ドローンじゃないの。で、このゲームヘッドショット判定のダメージがかなり高いので、可能な限りヘッドを狙っていきたいというか、アーマーが置いてあるけど取りに行けなかった。どうかな。おっと、一つ壊されてる。おっと、ここ上ブリーチングチャージか。あんまり防衛側から攻めたかないんだけど、一丁行ってみるか。いない。どの FPS においてもちょっとエイムしながら移動が苦手だからね。おっと、割られる音。味方が一人やった。うまくいけば裏をいけるんじゃないか。味方が交戦中。マガジンを変える。後ろはここで終わりだな。裏行けそうだな。敵オペレーターが1人残って、あと1人。よし、倒した。オッケー。敵部隊を排除。ミッション成功。良い裏取り。ただね、防衛側が圧倒的有利なのはもうね、お決まりなので、防衛側が何としても負けるわけにはいかない。さあ次、攻撃。さあ攻撃はね、エリア確保なら僕はね、お気に入りのフューズを使っていこう。
ヒューズで、こっちの LMG に今サプレッサーをつけてるんだけども、ちょっとこのマップならそんなに、ロングを見る。まあ、ロングは、まあ、場面もあるかもしれないけど、とりあえず AK を使っていこうかな。まあ、ブリーチング、ブリーチングチャージでしよう。方はグラズ、トゥイッチ、サッチャー、ブリッツ。バイオハザード物質を見つけろ。そう、まずは物質をね、すぐ一瞬で見つかったりすることもあるからね。味方下行ったから、ちょっとこのまま行こう。さあ、どこにある？意外とね、同じ部屋にあったりしますと。ここ。あら、バレてないんじゃないのこれ。意外とね、これはあんまり、あれ、敵が、あれ、敵が、あれ、敵が。あら、敵のオペレーターは残り1人。あら、バイオハザード物質を発見した。あら、移動しろ。まあこれはね、きっとあれでしょう、ドローンを、まあドローンと味方をね、見間違ったんだね、きっと。そうに違いない。終わった。ちょっとこれはひどいな、これは。敵なんでそんなにいきなりドンパチやってしまった。本当にドローが原因か。はい、というわけでもう一回やってきますよ。ちょっとさっきの試合あのまま撮影しててもよかったんじゃないのと思うかもしれないんですけど、あのあと3戦目も敵、はい、参加してきた敵がフレンドリーファイヤーを起こしてしまってちょっとダメダメだったので、もう一回別のところでやり直します。これなんだろう、人質かな。お願いだからフレンドリーファイヤーをしないでほしい。ドローンを使って、さあ行ってみよう。爆弾か。ちょっと待ってね。さてどこにあるかな。ここベータでやったことあるな。建物が2つあるんだよな。こっちの建物っぽくないな。突入10秒前。ない。突入5秒前。どこだ。ディフューザーを確保した。爆弾を。ちょっと待ってよ。ジャマーの反応はなし。こっちかな、だとすると。あ、めっちゃ打ちつけられてる。あ、ここだね。邪魔すぎあるな。飛び越えて。ミスった。ダメだった。勢いをつけたら飛び越えられるけど、ちょっと今のはダメだったな。監視カメラは破壊した？あれ、これだっけ？味方やった。敵オレンジか。僕は別のとこからアプローチを。あ、開いてるの。おっとっと、見てるね。爆弾を発見した。爆弾発見した。どっか割れそうなとこはないのか。天井薄い？薄くない？ドローンの音。どうしようかな。リロードする。あら、敵がフレンドリーファイヤー。カモン。おっと、2人やった。素晴らしい。
よいしょ、突破。これいけんじゃないの、突入。勝った、よし。あそこにいた、素晴らしいよ。フューズ素晴らしい。さてキャッスルで、あ違う、毒じゃない、キャッスルのショットガンでも使っていこうか。ショットガン、これはね当たれば強いよ、当たればかな、当たれば強いのかな、どうだろう。いや待ってよ、うん、言ったからにはショットガン使おう。さあショットガンですよ、こう置いて、ここは閉じていいね、ここは固めのアーマーパネルで、正面は固めよう。そしてこのマップはなかなか窓も強いので、ここ閉じとこう。指定のエリアに留まるんだ、こっちも。あでアーマー置いてるな味方。ミッションエリアを離れるぞ。いただこう、残り10秒。来て、アーマーはどうだっけな、伏せてる時しか防御力が上がらないんだっけな、確かそんな感じのものだったんです。さあここも2つ補強しとこう。ショットガンだからロングは厳しいから、なるべく短距離で。オッケー、さてと、ここの外にはいない、ここ結構、おっとそっちか、僕の目には全然見えてないんだけど、どうもあっちにいる。スキャンしまくって、お金を、お金じゃないポイントを貯めまくる。だけどこれは味方のためにもなってるからきっといいでしょう。おっと味方やられた、こっからじゃ見えないな、あ見えてんのか。いるね、敵の位置が判明。ニソロセット完了。これ撃ちようがないのかな、敵がこっちの防犯カメラを。そっちだね、どれどれ。おっと敵部隊が爆弾を見つけた、防衛しろ。大丈夫か、こっちまずないか。おっとまずいな、味方が。窓にもいる、助けに行けないなこれじゃ。またか、どうする、これ実質僕一人だ。リロードするぞ。ショットガンだからな、ビーフ筋ちょっと奥遠いんだよな。よし、一人 OK。 申し訳ないけど味方を。味方はあと一人。
音するな。よし。時間切れまで10秒。あと5秒。よし、勝った。時間切れ。うわー、勝った勝った。よっしゃ、勝てたぞ。なんとかここショットガン強いんじゃないか。心臓バックバックしてるんだけど、液使ってこう。爆弾を見つけろ。さあて、どこにあるかな。多分奥側の建物はあんまりない。いや、どうだろう、あることもあるか。どこ行こうかな。おっと、邪魔の反応。邪魔の反応はあって、これ多分上だね。これ電気鉄線か、違う。あ、電気鉄線か。セーフ。10秒。おお、邪魔あった。こっちどうさ。5秒。ドローンが爆弾を。よし、発見。ディフューザー確保。爆弾を。さあ、今のドローンの位置でバレてなければいいけど。まず味方が防犯カメラを破壊。さあ、まずはね、高いとこ大好きな僕はまず上登っちゃおう。マガジンを変える。これ最初と同じとこか。じゃあよし、ならばさっきと同じことにかけよう。おっと、味方やっちまったやつ。自身のグレネードやっちまったやつか。贈り物です。反応なしか。いいでも同じ技通じね。どっか他に窓は。一旦降りて。残弾なし。はい、ブリジン。ここはいないか。よし。おっと、落としただけか。ディフューザーを取り戻した。なんか破壊したな。なんか当たった。今敵いたな。見づらい、ここは見づらい。入ろう入ろう。どうだ、ここ。オッケー。爆弾解除を開始した。オッケー。ディフューザーを守れ。ここにいよう。オッケー。マガジンチェンジ。あと二人。オッケー、あと1人。よし、すげえ倒した。8人、こちらの勝利だ。完璧。というわけで、これが本当のレインボーシックス。他の FPS では楽しめないようなこの極限の緊張感と作戦行動ができる。というわけで、ちょっと最初敵のフレンドリーファイアという事故があったりしたけど、今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。